私は嬉しい「綾しの鼓の由来を書いていい時期が来たから」「綾しという名前はこの鼓の動が世の常の桜やツツジと違って綾になった木目を持つ赤菓子でできているところからもじったものらしい」「同時にこの名称は能楽でいう綾しという意味にも通っている」 この鼓は全く鼓の中の妖怪である。川もどうもかなり新しいもののように見えて、実は百年ばかり前にできたものらしいが、これを仕掛けて打ってみると、他の鼓のあのポンポンという明るい音とはまるで違った、陰気な、余韻のない、ポ、ポ、ポ、という音を立てる。 この音は今日までの間に私が知っているだけで六七人の命を呪った。しかもその中の四人は大正の時代にいた人間であった。皆この鼓の音を聞いたために死を早めたのである。これは今の世の中では信ぜられぬことであろう。それらの呪われた人々の中で、 最近に話題になった三人の変死の模様を取り調べた人々が、その犯人を私、お泊まる九夜と認めたのは無理もないことである。私はその最後の一人として生き残っているのだから。私はお願いする。私が死んだ後に、どなたでもよろしいから、この衣装を世間に発表していただきたい。 当世の学問をした人は、あるいは笑われるかもしれぬが、しかし、楽器というものの音が、どんなに深く人の心を捉えるものであるかということを、本当に理解しておられる人は、私の言葉を信じてくださるであろう。そう思うと私は胸がいっぱいになる。 今から百年ばかり前のこと、京都にお泊まる苦悩という人がいた。この人は元、猿尊い身分の人の聖福の子だということであるが、生まれつき鼓をいじることが好きで、若いうちから川屋へ行って、いろいろな川をあつらえ、また材木屋からさまざまな木をあさって来て、鼓を作るのを楽しみにしていた。 そのために親からはうとんぜられ、世間からは下げまれたが、本人は少しも意図しなかった。その後、去る町家から妻を迎えてからは、とうとうこれを本職のようにして飢え姿に出入りを始め、自ら鼓の音にちなんだ音丸という名字を名乗るようになった。苦悩の出入り先で、 今王子という道場方の家に綾姫という小包に堪能な美人がいたこの姫君はよほどいたずらなたちでいろいろな男に関係したらしくその時すでに隠し子まであったというが苦悩は妻子ある身でありながらいつとなくこの姫君に思いを焦がすようになったあげくある時鼓のことに寄せて人知れず言い寄った」。 綾姫は苦悩にも色よい返事をしたのであった。しかしそれとてもほんの一時の慰みであったらしく、まもなく同じ道場型で、これも小包の上手と聞こえた鶴原京というのへ片付くこととなった。これを聞いた苦悩は何とも言わなかった。そうしておこし入れの時に、お道具の中に数えてくださいと言って、 自作の鼓を一個差し上げた。これが後のあやかしの鼓であった。鶴原家に不吉なことが起こったのもそれからのことであった。綾姫は鶴原家に片付いて後、その鼓を取り出して打ってみると、尋常と違った音色が出たので皆驚いた。それは恐ろしく陰気な。 けれども静かな美しい音であった。綾姫はその後何と思ったか、ひと間に閉じこもってこの鼓を夜となく昼となく打っていた。そうしてある朝、何の故ともなく自害をしてよう早めた。するとそれを苦に病んだものかどうかわからぬが、鶴原京もその後病気がちになって、ある年関東へお使者に行った帰り道に、 浜松とかまで来ると血を吐いて落命した。今でいう結核か何かであったろう。その後目は京の弟が継いだそうである。しかしその鼓を作った苦郎も無事では済まなかった。苦郎は後でこの鼓を差し上げたことを心から苦にして、ある時鶴原京の邸内へ忍びって、 この鼓を取り返そうとすると、あいにくその頃召し抱えられた左近という若侍に見つけられて、肩先を切られた。そのまま苦悩は鼓を取り得ずに逃げ帰って、間もなく息を引き取ったが、その今はにこんなことを言った。私は、私があの方に見捨てられて移ろとなった心持ちを、 あの鼓の根に表したのだ。だから、生き生きとした根を出させようとして作った波の鼓とは音色が違うはずである。私はこれを私の思うた人に打たせて、生きながら死んでいる私の心持ちを思いやってもらおうと思ったのだ。ちっとも恨んだ心持ちはなかった。 その証拠には、あの鼓の銅を見よ。あれは宝の木と言われた、あや模様の木目を持つ赤菓子の小材で、日本中に私ののみしか受け付けない木だ。その上に外側の薪絵まで宝尽くしにしておいた。あれは、お公家様というものが貧乏なものだから、 せめてあの方の行かれたうちだけでも、お勝手元のご都合が良いようにと祈る心からであった。それがあんなことになろうとは、夢にも思い儲けなんだ。誰でもよい。私が死に際のお願いに、あの鼓を取り返してくださらんか。そうして、またと役に立たんように打ち潰してくださらんか。 どうぞ、どうぞ頼みます。これが苦悩の遺言となったが、誰も鶴原家に鼓を取り返しに行くものなぞなかった。それどころでなく変死であったので、ごく秘密で苦悩の死骸を葬った。しかしこの遺言はいつとなく噂となって世間に広まり、 果ては鶴原家の耳にも入るようになった。鶴原家ではそれからその鼓をそっくり箱に収めて、土蔵の奥に秘めて、虫干しの時にも出さないようにした。それと一緒に誰言うとなく、あやかしの鼓という名がついて、その箱の蓋を開いただけでも怪しいことがある。その代わりこの鼓を持ち伝えてさえおれば、 家の中に金が湧くと言い伝えられた。そのおかげかどうかわからぬが、その後の鶴原家には別に変わったこともなく、かえってだんだんと勝手向きも良くなって、維新後は死者を授けられたが、大正の初めになると京都を引き上げて、東京の東中野に広大な屋敷を構えた。これと反対に、 綾姫の里方の今大子家はあまり幸せがよくなかった。綾姫が鶴原家に片づいた後で血筋が絶えそうになったが綾姫の隠し子があったのを探し出して表向きを都合よくしてやっと跡目を立てたような始末であった。しかしその後次第に霊落してしまって維新後はどうなったかわからなくなっているという。 こうしてあやかしの鼓に関係のある二軒の家が、一軒は栄え、一軒は落ちぶれている一方に、お泊まる苦悩の子の九博と、その子の九位は、苦悩の後を継いで鼓いじりを商売にして、どうにか暮らしているにはいた。けれども二人とも苦悩の遺言を本気に受けて、鶴原家からあやかしの鼓を引き取ろうというようなことはしなかった。 この苦悩の孫の9位が私の父であった。私の父は京都にいる自分から鼓の手入れや仲買見たようなことをやっていた。けれども手職ができたらしい割にお客の取り付きが悪く、最初に生まれた男の子の96というのは生涯温心不通で、6つの時によそえやるというありさまであった。 これを東京の九段におられる農耕堤の名人で、高林薬郎という人が見かねて東京に呼び寄せ、牛込の筑戸八幡の近くに小さな家を借りて住まわせてくだすったので、父はやっと息をついたということである。しかし明治三十六年になって母が私を産み残して死ぬと、どうしたものか父は仕事を怠け始めて、 歌詞本ばかり読むようになった。それから大正三年の夏に脊髄病にかかって、大正五年の秋まで足掛け三年の間私に解放されたあげく肺炎で死んだ。その時が五十五であった。その死ぬ少し前のことであった。私がおさらえを済ましてから九段の老先生から借りてきた、 近世説美少年録という本を読んで聞かせようとすると父は「ちょっと待て今日は俺が面白い話をして聞かせる」と言いながらポツポツと話し出したそれがあやかしの鼓の由来で私にとっては全く初耳の話であったところでと 父は白湯を一杯飲んで話し続けた「実は俺もこの話をあまり本気にしなかった名高い職人にはよくそんな因縁話がくっついているものだから東京に来ても鶴原家がどこにあるやら気もつかずまた考えもしなかった」すると今から3年ばかり前の春のこと朝早く俺が表を吐いていると 二十歳ばかりの若い美しいハイカラさんが来て、この鼓の調子を出してくれと言いながら、きれいな革と銅を出した。俺は何気なく受け取ってみると驚いた。銅の模様は宝尽くしで、材木は見事な赤菓子だ。話に聞いたあやかしの鼓に違いないのだ。そのハイカラさんは、その時こんなことを言った。 私は中野の鶴原家の者で、九段の高林先生のところでお稽古を願っている者だが、この鼓がうちにあったから出して打ってみたんだけど、どうしても根が出ない。何でもよっぽどいい鼓だと言い伝えられているのだから、根が出ないはずはないと思うのだけど。というんだ、俺は試しに。ええ、その言い伝えとはどんなことで と、引っ掛けてみたが、奥さんはまだ鶴原家に来て間もないせいか、詳しいことは知らないらしかった。ただ、赤ん坊のような名前だったと思います。と言ったので、俺はいよいよそれに違いないと思った。俺はその包みをひとまず預かることにして、べっぴんさんを返した。その後ですぐに仕掛けて打ってみると、俺は震え上がった。 これはただの鼓じゃない。じいさんの苦悩の遺言は本当であった。鶴原家に立たるというのも嘘じゃないと思った。とはいうものの、鶴原家がこの鼓を売るわけはないし、どんなに考えてもこっちのものにする工夫がつかなかったので、俺はそのあくる日、中野の鶴原家に鼓を持って行って、奥さんに会ってこんな嘘をついた。 この鼓は、どうもお役に立ちそうに思えません。第一長い間打たずにおしまい置きになっておりましたので、皮がダメになっております。どうもお見かけはまことに結構にできておりますが、材が菓子でございますから、ちょっと値が出かねます。多分これは昔のご縁組の時のお飾り道具にお持ち遊ばしたものと存じますが、その証拠には、慣入があまりございませんので、 おもようも宝尽くしでございますから。これは家業の一番難しいところで、こっちの名を捨ててお向こう様のおためを思わねばならぬ時のほか、滅多についてはならぬ嘘なのだ。ところが若い奥さんは、さも満足そうに頷いたよ。私も大方、そんなことだろうと思ったよ。 私の手が悪いのかと思っていたけどそれを聞いて安心しましたじゃあ大事にしてしまっておきましょう手いっ,って笑ってね十円札を一枚無理に包んでくれたよそれから間もなく俺は脊髄にかかって仕事ができなくなったしその奥さんも別に仕事を持ってこなかったけれども俺は何となく気になるからその後九段へ伺うたんびに うち弟子の連中から鶴原家の様子を聞き集めてみると、どうだ。鶴原の死爵様というのは元来、お家柄自慢の気の小さい人で、なかなかお嫁さんが決まらないために、三十まで独り身でいたくらいだったそうだが、その前の年の暮れに、ちょっとした用事で大阪へ行くと、世間でいう間が差したとでも言うのだろう。どこで見染めたものか。 今の奥さんに思いつかれて夢中になったらしく、とうとう死者家へ引っ張り込んでしまった。するとその奥さんの素性がわからないというので、親類一頭から気絶されてあげく、京都に折れなくなって、東京の中野に移転してきたものだった。ところでそれはまあいいとして、その奥さんは名前を確か、鶴子さんと言ったっけが、東京へ越してきて鼓のお稽古を始めると間もなく、 死者様の留守の間に、お月の助長が青くなって止めるのも聞かないで、あやかしの鼓を出して撃ってみたものだ。それを後から死者様が聞いて、ひどく叱ったそうだが、それを気に病んだものか、死者様は間もなく勘が高ぶり出して、座敷牢を見たようなものの中へ入れられてしまった。それから鶴子夫人は中野の屋敷を売り払って、 麻布の郊外町に病室を兼ねた小さな家を建てて住んだものだがそうして病人の介抱を強しし若先生のところへお稽古に来ているうちに磁石様はとうとう糸のように痩せ細って今年の春亡くなってしまったそうすると鶴原の御家さんはその後へ自分の甥とかにあたる若い男を連れてきて後目にしようとしたが 鶴原の親類はみんなこの仕打ちを怒ってしまって、女将に願って家族の名前を除くと言って騒いでいる。おまけに若子家の鶴子さんについても良くない噂ばかり。どっちにしても鶴原家の後は耐えたと同様になってしまった。俺は誰にも言わないが、これはあの、あやかしの鼓のせいだと思う。そうして、 それにつけて俺はこの頃から決心をした。お前は俺の子だけあって、鼓のいじり方がもうとっくにわかっている。今にきっと撃てるようになると思う。けれども俺はお前に言っておく。お前はこれからのち、忘れても鼓をいじってはいけないぞ。これは俺の語兵担ぎじゃない。鼓をいじると自然いい道具が欲しくなる。そうしておしまいにはきっと、 あの鼓に心を惹かされるようになるから言うんだ。あの綾かしの鼓は、鼓作りの奥義を表したものだからな。そうなったらお前は運の月きだ。あの鼓の音を聞いて、妙な気持ちにならないものはないのだから。チガイになるか、変人になるか、どっちかだ。お前は勉強をして、他の商売人か役人かになって、 東京からずっと離れたところへ行け、鶴原家へ近寄らないようにしろ。俺はこの頃このことばかり気にしていた。いずれ老先生にもよくお願いしておくつもりだが、お前がその気にならなければ何にもならない。いいか忘れるな。私はおとき話でも聞くような気になって、この話を聞いていた。 しかし別段鼓打ちになろうなぞとは思わなかったから、おとなしく頷いてばかりいた。父は安心したらしかった。その年の秋に父が死んで、九段の老先生のところへ引き取られると、間もなく私は丸々と太って、元気よく富士見町小学校へ通い続けた。あやかしの鼓の話などは思い出しもしなかった。 老先生は小柄な、日に焼けた、目の光の黒いおじいさんであった。歳はその時が六十一で、還暦のお祝いがその春にあるはずであったのが、思いがけなく養子の若先生が家出をされたので、その騒ぎのためにおやめになった。若先生は名を安次郎と言った。私は会ったことがないが、老先生と反対にでっぷりと太った気の優しい人で、 鼓のねじめの良かったこと、京都や京阪で催しのあるごとに、一流の芸者がわざわざ聞きに来たくらいであったという。家出された時が二十歳であったが、気のみ気のままで書き置きなぞもなく、また前後に心当たりになるような気配もなかったので、探す方では途方に暮れた。一方に気の早いうち弟子は、もう後釜を狙って暗闘を始めているらしいことなどをおしゃべりの女中から聞いた。 あなたが大方、あと次におなりになるんでしょう謎とその女中は言った。しかし老先生は、私に鼓打ちになれ謎とは一口も言われなかった。ただむやみに可愛がってくださるばかりであった。けれども、うちがうちだけに、鼓の音は朝から晩までひっきりなしに聞こえた。そのポン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 という音を、うんざりするほど聞かされているうちに、 私の耳は子供ながら声えてきた。はじめいい音だと思ったのが、だんだんつまらなく思われるようになった。うち弟子の中で一番上手だというもの,の鼓のねじめは、他の誰のよりもまん丸くて、綺麗で、品が良かったが、それでも私は、ただ美しいとしか感じなかった。もう少し気高い、神様のように静かな。 または幽霊の声のように気味の悪い鼓の根はないものかしら、などと空想した。私は老先生の鼓が聞きたくてたまらなくなった。しかし老先生が撃たれる時は舞台か出稽古の時ばかりで、うちでは滅多に鼓を持たれなかった。一方に私も学校へ通っていたので、高林家へ来てしばらくの間は一度も老先生の鼓を聞くことができなかった。 ただ一度、正月のお稽古始めの時に、吉礼の何とかいうものを打たれたそうであるが、その時はあいにくお客様のお使いをしていたために聞き損ねた。こうして一夜明けた十六の年の春、高等二年の卒業免状を持って九段に帰ると、私はすぐ裏二階の老先生のところへ持って行ってお目にかけた。 すると向こう向きになって主筆で何か書いておられた老先生は、振り返ってにっこりしながら。うん、よしよし。とおっしゃって、茶宅に東を山盛りにしてくださった。それをポツポツ食べている私の顔を老先生はニコニコして見ておられたが、やがて床の間の横の袋戸から、古ぼけた鼓を一丁出して打ち始められた。 そのチッチッチ、ポッポッポッという音を聞いたとき、私はその気高さに打たれて髪の毛がゾーッとした。なんだか優しいお母さんに静かに言い聞かされているような気持ちになって胸がいっぱいになった。どうだ鼓を習わないかと、老先生は真っ白な入れ歯を見せて笑われた。 はい、教えてください。と、私はすぐに答えた。そうしてその日から、安っぽい稽古鼓で、つ字や続けの手を習った。けれども私の鼓の評判は良くなかった。第一調子が出ないし、まや呼吸などもなっていないと言って、うち弟子からいつも叱られた。大飯を食うから頭がハンマーになるんだ。 お三丼んんみたいにほっぺたばかり赤くしやがって。謎と寄ってたかって笑いものにした。けれども私はちっとも苦にならなかった。鼓打ちなんぞにならなくてもいい。老先生が死なれるまで解放をしてご恩法事をしたら、あとは坊主になって日本中を旅行してやろう。謎と思っていたから、なおのことお飯を食って元気を養った。その年が過ぎて、 翌年の春のおしまいがけになると、若先生はいよいよ亡くなられたことに決まったので、ごく内輪でお菓子とお茶ばかりのご法事が老先生のお部屋であった。その席上で老先生の親類らしいごま仕様の親父が、早くご用紙でもなすっては。と言ったら、並んでいるうち弟子の三四人が、一時に私の方を見た。 老先生は苦笑いをされた。さあ、安の後はちょっとありませんね。どんぐりばかりで。と、みんなの顔を一当たり見られた。うち弟子はみんな真っ赤になった。私はこの時急に若先生に会ってみたくなった。きっとどこかに生きておられるに違いない。 そうして鼓を打っておられるような気がする。その音が聞きたいな。と、夢のようなことを考えながら、老先生の後ろにある仏壇のお灯明の間に白く光っている若先生のお位牌を見ていると、不意に。その、旧夜さんはどうですと、ごまし親父がまた出しゃばっていったので、私は胸がドキンとした。 いやこれはいわば、鼓の推しでね。調子がちっとも出ないたちです。障害ならないかもしれません。こんなのは昔から滅多にいないものですがね。と、言いながら、私の頭を撫でられた。私もとうとう真っ赤になった。その子は物になりましょうか。と、 うち弟子の中の二三株が言った。吹き出したものもあった。ものになった時は名人だよ。と、老先生は落ち着いて言われた。みんなポカンとした顔になった。みんなが裏二階を降りると、老先生は私に取った時の羊羹を出してくださった。そうして長いキセルで刻みを吸いながら、こんなことを言われた。 お前は、なぜ鼓の調子を出さないのだえいいねが出せるのに、調子紙を貼ったり剥がしたりして、音色を消しているが、どうしてお前はあんなことをするのだえ私はおめずおくせず答えた。僕の好きな鼓がないんです。どの鼓もみんななりすぎるんです。うん と、老先生は少しご機嫌が悪いらしく、白い煙を一服、黒い天井の方へ吹き出された。じゃあ、どんな音色が好きなんだどの鼓でも、ポンポンポンって、の字を言うから嫌なんです。ポンポンの、の字を言わない、ポ、ポ,ポ、ポという、響きのない、静かな音を出す鼓が欲しいんです。 うん俺の鼓はどうだい好きです、僕は。けれども、ぽ、ぽ、ぽと言います。その、おの字も出ない方がいいと思うんです。老先生はまた天井を向いて、ぷーっと煙を吐きながら、目をしょぼしょぼと閉じたり開けたりされた。先生、 と、私はいくらか調子に乗って行った。鶴原様のところに、名高い鼓があるそうですが、あれを借りてはいけないでしょうか。とんでもない。と、老先生は私の顔を見られた。私はこの時ほど厳重な老先生の顔を見たことがなかった。私はうなだれて黙り込んだ。 あの鼓を出すと、あのうちに不吉なことがあるというじゃないか。たとえ嘘にしろ、他人の家に災難があるようなことを望むものじゃないぞ。いいか気に入った鼓がなければ、生涯舞台に出ないまでのことだ。私は生まれて初めて、老先生にこんなに叱られて真っ青になった。けれども心から恐れ入ってはいなかった。 あやかしの鼓が、私の憧れの的となったのは、この時からであった。それから間もなく、老先生は私を高林家の後継ぎに決められて、披露をされた。うち弟子たちは、みんな不詳不詳に私を若先生と言った。しかし私はがっかりした。とうとう本物の鼓打ちになるのか。 一生が下手くそのご機嫌をとって暮らさなければならないのか、と思うと、それだけでもうんざりした。老先生のご恩に背いてはならぬぞ、と、いつも言って聞かせた父の言葉が恨めしかった。同時に若先生が家出をされた原因も分かったような気がして、若先生に対する懐かしさがたまらなくやました。しかし若先生に会いたいという望みは、 あやかしの鼓を見たいという望みよりももっとはかない空想であった。私は愛も変わらず声太りながら、ポコリポコリという鼓を打った。こうして大正十一年、私が十一歳の春が来た。その三月の半ばのある日の午後、老先生は私を呼びつけて、これを鶴原家へ持って行け。と、 四角いちりめんの風呂敷包みを渡された。鶴原家と聞くと、すぐに例の鼓のことを思い出したので、私は思わず胸を躍らせて、老先生の顔を見た。老先生もまじまじと私の顔を見ておられたが。誰にも知れないようにするんだよ。うちは郊外町の新道本局の筋向こうだ。もみの木に囲まれた。 表札も何もないうちだ。と、目をしばたたかれた。私は鳥打ちにコがすりリ、小倉ばかま、コールテンの旅、黒の釣り金マントに、頬場の下駄といういでたちで、おかしらしい包みを平らに抱えながら、高林家の歌舞伎門を出た。麻布郊外町の新東本局の桜が、 曇った空の下にちらりと白くなっていた。その向こうに桜の小立ちに囲まれた陰気な平屋建てがある。セメントの高戸塀にも、ヒノキ作りの玄関にも、表札らしいものが見えず、剣刀の丸いすりガラスにも何とも書いてない。このうちだと思いながら、私は前のドブ川にかかった一軒ばかりの木橋を渡った。玄関の格子道を開けると、 まもなく障子がスーッと開いて、私より一つか二つ上くらいに見える痩せこけたコンガスリの書生さんが顔を出して三つ指をついた。髪の毛をテカテカと二つに分けて大きな黒眼鏡をかけている。鶴原様はこちらで、私は普段の高林のうちのものですが、老先生からこれを、と菓子箱を風呂敷ごと差し出した。 書生さんは受け取って私の顔をちらりと見たが、私の目の前で風呂敷を解くと、中身は杉りを宝書に包んだもので、黒の水引きがかかっていて、その上に四角張った字で、明音院、公予清安居子七回忌と書いた一寸幅くらいの紙切れが置いてあった。私はおやっと思った。ちょっとも気がつかずに持ってきたが、これは若先生の七回忌のお茶だ。 若先生のご法事はごく内輪で済まされていて、素人弟子には全く知らせないことになっていたのに、老先生はなんでこんなことをなさるのであろう。鶴原未亡人が差し出て、お香伝でもくれたのか知らんと思いながら見ていると、書生さんもその解名を手に取って、青白い顔をしながら何べんも読み返している。なんだか様子が変な塩梅だ。 そのうちに書生さんはニッと妙な笑い方をしながら私の顔を見て、どうもご苦労様です。ちょっとお上がりになりませんか今私一人ですが。と言った。その声は非常に静かで、女のような魅力があった。私はどうしようかと思った。上がってはいけないような気がする一方に、なんだか上がりたくてたまらぬような気がして、 立ったまま迷っていると書生さんは箱を抱えて立ち上がりがけに躊躇しちまた言った「いいでしょうそれに少しお頼みしたいこともありますから」私は思い切って下駄を脱いだ書生さんは私を玄関の横の元応接間だったらしい押し入れのない部屋に連れ込んだ 見ると八丈の間いっぱいに新聞や小説や雑誌の類が柳氷や何かと一緒に散らばっていて、真ん中の鉄瓶のかかった瀬戸物の大火鉢の周り少しばかりしか座るところがない。書生さんはそこよらに散らばっている茶器を押しのけて、奥から座布団を持ってきて私にあてがうと、私は妻木というものです。鶴原の甥いです。と、 挨拶をした。さてはこの人がそうかと思いながら、私は改めて頭を下げていると、妻木君はその物腰の優しいのにも似ず、私が見ている前で、杉折をぐっと引き寄せると、ポツンと水引きを引き切った。親と思ううちに蓋を開けて、中にある風月のもなかを一つつまんで自分の口に入れてから、私の方にずいっと押し進めた。 いかがです私は少々どぎを抜かれた。しかしそのうちに妻ま君の唇の両端が豆腐のように白くただれているのに気がつくとやっとわかった。妻ま君は甘いもの中毒で死中こんなことをやっているのだ。そのために胃をめちゃめちゃに壊しているのだ。そうしてかかり合いにするつもりで私を呼び上げたものらしい。 用事とはこのことかと思うと、私は急にこの青年と心安くなったような気がして、勧められるままに手を出した。ところがつまきくんの食い方の荒っぽいのには、またさすがの私も舌を巻かれた。はじめに四つ五つ私を追い越して食っているばかりでなく、私が三つ食ううちに四つか五つの割で頬張って飲み込むので、みるみるうちに箱の半分以上が空っぽになってしまった。 私はとうとう兜を脱いで茶を一杯飲んだ。すると妻木くんは、あと二つばかり口に入れてから、後ろの書物の間から古新聞を出して、その中に残ったもなかの二重ばかりをザラザラと開けて、ぐるぐると包んで書物の後ろに深く隠した。それから杉折を取り上げると、ペキンペキンと押し割って、薪のように一束にして、改名と一緒に宝書の紙に包んだ上から、 黒水引きでぐるぐる巻きに縛った。どうもすみませんが。と、妻まくんはそれを私の前に差し出した。これをお帰りの時に、どこかへ捨ててくれませんかそれを私が微笑しながら受け取ると、妻まくんの顔が子供のように輝いた。そうして前よりも一層丁寧に言った。 それからですね、本当にすみませんけども、このことはお宅の先生へも秘密にしてくれませんか私は思わず吹き出すところであった。ええ、ええ、大丈夫です。僕からもお願いしたいくらいです。ありがとうございます。ご恩は死んでも忘れません。と言いつつ、 つまきくんは不意に両手をついて、頭を畳に擦りつけた。その様子があまりバカ丁寧で大げさなので、私はまた変な気持ちになった。鶴原施爵は気違いで死んだと言うが、この青年もなんだか様子が変である。ことによると、やっぱり、あやかしの鼓に呪われているのじゃないかと思った。しかしそう思うと同時にまた、あやかしの鼓が見たくてたまらなくなってきた。 しかもそれを見るのには今が一番いい機会じゃないかというような気がし始めた。この人に頼んだらことによるとあやかしの鼓を見せてくれるかもしれない。今がちょうどいいきっかけだ。そうして今より他にその時期がないのだ。このうちにまた来ることがあるかないかはわからないのだから。と考えたが、一方になんだか恐ろしく気がとがめるようにもあるので、 心の中で躊躇しいし妻つ君の顔を見ていると、妻ま君も黒いメガネ越しに私の顔をじっと見ている。そうして何の意味もないらしい微笑をふっと唇の縁に浮かべた。私はその笑顔につり込まれたようにポツンと口を聞いた。あやかしの鼓というのがこちらに終わりになるそうですが、 妻木くんの笑顔がふっと消えた。私は悠を越してまた言った。すみませんが、内密で僕にその鼓を見せていただけないでしょうか。妻木くんは返事をしないで、またも私の顔をしげしげと見ていたが、やがて今までよりも一層静かな声で言った。おやしなさい。つまらないですよ、あの鼓は。 変な言い伝えがあるんでね。鼓の好きな人の中には見たがっている人もあるようですがね。へえ、と私は半ば失望しながら言った。こんな書説ぽに何がわかるものかと思いながら、すると妻木君くんは私をなだめるようにいくらかもったいぶって言った。あんな伝説なんかみんな迷信ですよ。 あの鼓の初めの持ち主の名が綾姫といったもんですから養曲の綾の鼓だの農家麺のあやかしの麺などと一緒にしてでっち上げたろくでもない伝説なんです根も葉もないことですそうじゃないように聞いているんですがそうなんですあの鼓は昔身分のある者の,のお嫁入りの時に使ったお飾りの道具でね 根が出ないものですから、皆怪しんでいろんなことを。私はここまで聞くと、落ち着いて微笑しながら、妻木くんの言葉を押しとどめた。ちょっと、そのお話は知っています。それはこちらの奥さんが、ある鼓の職人から騙されていらっしゃるのです。その職人はこのうちのおためを思ってそう言ったのです。本当はとてもいい鼓。 と言いも終わらぬうちに、妻木君の表情が突然ものすごいほど変わったのに驚いた。眉が波打ってピリピリと逆立だった。口が力なくだらりと開くと、まだもなかのつぶし庵のくっついている荒れた舌がだらりと見えた。私は水を浴びたようにゾッとした。これはいけない。この青年はやっぱり気が変なのだ。それも多分 あやかしの包みに関係したことかららしい。とんでもないことを言い出した。と思いながら、その顔を見つめていた。けれどもそれはほんのちょっとの間のことであった。妻君の表情は、みるみる元の通りに、冷たく白く落ち着くと同時に、震えた長いため息が、その鼻から漏れた。それから目と唇を閉じて、腕を組んでじっと何か考えていたが、 やがて目を開くと同時にはっきりした口調で言った。承知しました。お目にかけましょう。ええ、見せてくださいますか。と、私は思わず釣り込まれて、居住まいを直した。けれども今日はダメですよ。いつでも結構です。 その前にお尋ねしたいことがあります。はい、何でも。あなたはもしや、お泊るというご名字ではありませんか私はこの時、どんな顔つきをしたか知らない。ただ、妻木くんの顔を穴の開くほど見つめてやっとのことうなずいた。そうして切れ切れに尋ねた。どうして、 それを。つまきくんは深く頷いた。焦然として言った。仕方がありません。私は本当のことを言います。あなたのお家の若先生から聞きました。私は若先生にお稽古を願ったものですが。私はぐっと唾を飲み込んだ。妻まの言葉の続きを待ちかねた。 若先生は、おばからあの鼓のことを聞かれたのです。あの鼓は本能飾りで、本当の調子は出ないものだとある職人が言ったが、本当でしょうかってね。そうすると若先生は、さあ、それを打ってみなければわからぬが、とにかく見ましょうということになってね。7年前の、しかも今日なんです。このうちへ来られて、その鼓を打たれたんです。 それからこの家を出られたのですが、そのまんま九段へも帰られないのだそうです。若先生は生きておられるのですかと、私は畳みかけて問うた。妻木君は黙ってうなずいた。それから静かに言った。この鼓に呪われて、生きた死骸と同じになって、しかしそれを深く恥じながら、 自分を知っている者に会わないように、どこにか姿を隠しておられます。あなたはどうして、それがお分かりになりますか私は若先生にお目にかかりました。私にこのことだけ言っていかれたのです。そうして、私の後継ぎには、やはりお泊まるという子供が来ると。 私は思わずカッと耳まで赤くなった。若先生にまで見込まれていたのかと思うと、空恐ろしくなったので。それと一緒に、目の前にいる妻木という書生さんが、まるで違った偉い人に思われてきた。若先生がそんなことまで打ち明けられる人ならば、よほど芸のできた人に違いないからである。私はすぐにも頭を下げたいくらいに思いながら、うやうやしく聞いた。 それからあなたはどうなさいましたか妻ま君も私と一緒に心持ち赤くなっていたようであったが、それでも前より勢い込んで話し出した。私はこのことを聞くと腹が立ちました。鷹の知れた鼓一丁が人の人生を葬るような音を立てるなんてけしからん。鼓というものはその人の気持ちによっていろんな音色を出すもので、 鼓の根が人の心を自由にするもんじゃない。どうかしてその鼓を打ってみたい。そしてそのような人を呪うような音色でなく、当たり前の愉快な調子を打ち出して、若先生の仇を取りたいものだと思っている矢先へ、おばが私を呼び寄せたんです。私は得たり賢しで勉強をやめてここに来ました。で、その鼓をお家ちになりましたかと、 私は胸を躍らして聞いた。しかし妻君は妙な冷ややかな顔をしてニヤニヤ笑ったきり返事をしない。私はじれったくなってまた通った。その鼓はどんな格好でしたか妻君はやはり妙な顔をしていたが、やがて力なく投げ出すように言った。僕はまだその鼓を見ないのです。 ええ、まだ。と、私はあっけに取られていった。ええ、おばが僕に隠して、どうしても見せないんです。それはなぜですかと、私は失望と憤慨とを一緒にして通った。つまきは気の毒そうに説明をした。 おばは若先生が打たれたあやかしの鼓の音を聞いてから、自分でもその音が出したくなったのです。そして音が出るようになったら、それを持ち出して、高林家の婦人弟子仲間に見せびらかしてやろうと思っているんです。ですからそれ以来、高林へ行かないのです。じゃあ、なぜあなたに隠されるのですかと、私はやつぎ早に問うた。その熱心な口調に、 いくらか受け出しの気味になった妻まくんは苦笑いしし言った。大方僕がその鼓を盗みに来たように思っているんでしょう。じゃあ、どこに隠してあるかお分かりになりませんか。と、私の質問はいよいよぶしつけになったので、妻まくんの返事はますます受け立ちの気味になった。 おばは毎日出かけていますので、その留守中によく探してみますけれども、どうしても見当たらないのです。外へ出るたんびに持って出られるのじゃないですかいいえ、絶対に。じゃあ、おばさんは、奥さんはいつその鼓を打たれるんですかこの質問は妻木君をぎっくりさせたらしく、 心持ちはにかんだ表情をしたが、やがて口ごもりながら弁解をするように言った。私は毎晩不眠症にかかっていますので、睡眠薬を飲んで寝るんです。その睡眠薬はおばが調合をして飲ませますので、私が眠ったのを見届けてからおばは寝るんです。その時に打つらしいのです。へえ、途中で目の覚めるようなことは終わりになりませんか ええ、ありません。おばはだんだん薬を増すんですから。けれどもいつかは効かなくなるだろうと、それを楽しみに待っているんです。もう今年で7年になります。というと、妻まくんはしょんぼりとうなだれた。7年。と、口の中で繰り返して、私は額に手を当てた。この家中に満ち満ちている不思議さ。 怪しさ、気味悪さが、一時に私に襲いかかって、頭の中で風車のように回転し始めたからである。この家中の全てが、あやかしの鼓に呪われているばかりでなく、私もどうやら呪われかけているような。しかしまたこの青年の根気の強さも人並みではない。そんな目に遭いながら、七年も辛抱するとは、なんという恐ろしい執念であろう。 しかもそうした青年をこれほどまでにいじめつけて、鼓見を我が物にしようとする鶴原夫人の残忍さ。それを通じてわかるあやかしの鼓見の魅力。この世のことでないと思うと、私は首筋が泡立つのを感じた。私はほとんど最後の勇気を出して聞いた。じゃあ、全くわからないのですね。わかりません。 わかれば持って逃げます。と、妻ま君は冷ややかに笑った。私は私の愚問を恥じて、また赤面した。こっちへおいでなさい。うちの中をお目にかけましょう。そうすればおばがどんな性格の女だかおわかりになりましょう。ことによると、違った人の目で見たら、鼓の隠してあるところがわかるかもしれません。と、いううちに、 妻木きくんは立ち上がった。私は鼓のことをほとんど諦めながらも、言い知れぬ好奇心に満たされて部屋を出た。応接間を出ると、左は玄関と、以前人力車を入れたらしい叩きの間がある。妻木きくんは右へ曲がって、私を台所へ連れ込んだ。それは電気とガスを引いた新式の台所で、手入れの届いた板の間がピカピカ光っている。 そこの袋戸棚からかまどの下とその向こう側、洗面所の上下の袋戸、物置の隅田原や漬物置の間、湯殿と台所との間の壁の厚さ、女中部屋の空っぽの押し入れ、天井裏にかけた提灯箱などいうものを、つま君くんはいかにも慣れた手つきで調べてみせたが、何一つ怪しいところはなかった。女中はいないんですか と、私は通った。ええ、みんな逃げていきます。おばがやかましいので。じゃあ、お台所はおばさんがなさるんですね。い,いえ、僕です。ええ、あなたが僕は鼓よりも料理の方が名人なんですよ。掃き掃除も一切自分であります。この通りです。 と妻木君は両手を広げて見せたなるほど、今まで気がつかなかったが、かなり荒れている。ぼんやりとその手を見ている私を引っ立てて、妻ま君くんは台所を出た。右手の日本風のお庭に向かって、一面にガラス障子がはまった廊下へ出て、左側のとっつきの西洋間の白いドアを開くと、妻ま君くんは先に立って入った。私も続いて入った。 はじめはあまり立派なものばかりなので何の部屋だかわからなかったがやがてそれが広い化粧部屋だということがわかったうっかりすると滑り倒れそうなゴム引きの床の半分は見事な絨毯が敷いてある新緑のカーテンをかけた窓の他は白い壁にもドアの内側にも一面に鏡が仕掛けてあって部屋のものが果てしもなく向こうまで並び続いているように見える 西洋式の白い湯船、黒い木に金の金具を打ち付けた見事な化粧台、着物掛け、タオル掛け、歯医者の手術室にあるようなガラス戸棚、その中に並んだ様々な化粧道具や薬品らしいもの、部屋の隅の電気ストーブ、向こうの窓際の大きな長椅子、天井から下がった切子細工の電灯の傘。つまきくんはその中に入って、 まず化粧台の下から改め始めた。しかし私はその時、鼓を探すということよりも、かなり年間になっているはずの鶴原未亡人が、こんな女優のいそうな部屋でお化粧をしている気持ちを考えながら、目を丸くしていた。この部屋も不思議なことはないんです。と、妻木君くんは私の顔をみいみい微笑して、ドアを閉じた。そうして次に、 今一つある西洋間の青いドアの前を素通りにして、一番向こうの廊下の端にある日本間の障子に手をかけた。この部屋は。と、私は立ち止まって青いドアを指した。その部屋は問題じゃないんです。一面に叩きになって真ん中に鉄の値台が一つあるきりです。問題じゃありません。と、 君は何だか忌々しいような口つきで言った「ええ」と言いながら私は我知らず鍵穴に目を近づけて中を覗いた青黒く地並びになった漆喰の床と白い古びた土壁が向こうに見える明かり窓はずっと左の方に小さいのがあるらしくその陰気で寂しいことまるで貧乏病院の手術室である 隣の化粧室と比べると、とても同じ家の中に並んである部屋とは思えない。その部屋に僕は毎晩寝るんです。監獄みたいでしょつまきくんを嘲笑っているらしかったが、その時に私の目に妙なものが見えた。それは正面の壁にかかっている一本の短い革製の鞭で、はじめ私は壁の染みかと思っていたものだった。 その部屋で叔父は死んだんです。という声が、後ろから聞こえると同時に、私はぞっとして鍵穴から目をのけた。同時に、妻木君くんの顔一面に浮かんだ青白い笑みを見ると、体がしゃんとこわばるように感じた。無論、今の無知のことなど、尋ねる勇気はなかった。こっちへお入りなさい。 この部屋でおばは鼓を打つらしいんです。私はほっとため息をして奥の座敷に入った。このうちにはこれきりしか部屋がないのだ。と思いながら。奥の一室の新しい畳を踏むと私は今まで張り詰めていた気分がみるみる緩んでくるように思った。青々とした八丈敷の向こうに月見窓がある。 外には梅でも植えてありそうに見える。その下に足の細い黒塗りの机があって、草色の座布団と、華奢な霧の角火鉢とが行儀よく並んでいる。その左の霧の炭素の上には、大小の本箱が二つと、大きなガラス箱入りのおかっぱさんの人形が、美しい振り袖を着て立っている。右手には机に近く茶器を並べた、 水屋と水棚があって、壁から出ている水道の口の下に、菜種とレンゲ草の束が白糸でわえて置いてある。その右手は四尺の床の間と、四尺の違い棚になっているが、床の間には闘美人の絵をかけて、前に水晶の香炉を置き、違い棚にはガチョウらしいものが一冊と、鼓の箱が四つ行儀よく並べてある。その上下の袋戸と、 左側の二軒一面の押し入れに建てられた新しい芭蕉布の襖や、つつましやかな格好の銀色の引き手や、天井の真ん中から下がっている黒枠に貢献張りの伝統の傘まで何一つとして上品でないものはない。私は思わず、今一度ため息をさせられた。これがおばの今です。といううちに、 妻木くんは左側の押し入れの襖を無造作に開けて、青白い二本の手を突っ込んで中のものを放り出し始めた。ちりめんのヤグ、ドンスの敷布団、朝のシーツ、派手なお飯の買い巻き、見事な渋さのついたくくり枕と塗り枕、墨絵を描いた白地の蚊や。ええ、もう結構です。 と、私は急に気が引けて押しとどめた。しかし妻木君は聞かなかった。放り出した矢ぐいを元の通りに片付けると、今度は隣側の襖を開いて内部一面に切り組んである衣装棚を引き出し始めた。いや、わかりました、わかりました。あなたがお調べになったのなら間違いありません。そうですか それじゃ、炭素を。もう、もう本当に結構です。じゃあ、ご参考に、鼓だけお目にかけておきましょう。といううちに、右手の違い棚から、一つずつ、四つの鼓箱を取り下ろした。私はそれを受け取って、部屋の真ん中に置いた。箱から取り出された四つの仕掛け鼓が、 私の前に並んだ時、私はなんとなく胸が躍った。この中にあやかしの鼓が隠れていそうな気がしたからである。この道に少しでも入った人はみんな知っている通り、鼓の銅と革とは人間で言えば夫婦のようなもので、元来別々にできていて、革には革の章があり、銅には銅の章がある。その二つの章があって、 初めて一つの音色が出るので、たとえどんな名機同士の革と銅でも、賞が合わなければなかなかならない。調子革を張って賞を合わせたにしても、今までとは全く違った音色が出るので、今ここに四つの革と銅とがあるとすれば、なるならぬにかかわらず、総計で十六通りの音色が出るわけである。鶴原未亡人はそれを知っていて、 普段銅と革とを掛け替えているのではないか。しかしこの考えが浅はかであることは間もなく分かった。妻木君くんは私と向かい合って座るとすぐに言った。私はこの四つの銅と革といろいろに掛け替えてみました。けれどもどれもうまく合いませんで、やっぱり元の通りが一番いいことになります。つまり、 この通りなんですね。そうです。みんなよくなりますかええ、みんなおばが自慢のものです。どの模様もこの通り、春の桜、夏の波、秋のもみじ、冬の雪となっていて、その時効に打つと特別によくなるのです。打ってごらんなさい。 おばさまがお帰りになりはしませんか大丈夫です。今三時ですから、帰るのはいつも五時か六時頃です。じゃあ、ごめんください。と、一礼して、羽織を脱いだ。つまきくんも泉を直した。私は手近の、松に雪の模様の鼓から順々に打っていったが、 九段にいる時と違って、いっぱいに出す調子を、妻木君はんは見ぎもせずに聞いてくれた。結構なものばかりですね。と、ご挨拶なしに褒めつつ、私は秋の鼓、夏の鼓と打ってきて、最後に桜の模様の鼓を取り上げたが、その時なんとなく胸がドキンとした。他の鼓の銅は、皆塗りが古いのに、 この銅だけは新しかった。大方この鼓だけ、薪への模様が時効と合わないために、春の模様に塗り替えさせたものであろうが、その前の模様はもしや、宝尽くしではなかったろうか。私はまだ打たぬうちに妻木くんに問うた。この鼓はいつ頃お求めになったのでしょうか。さあ、 よく知りませんが。ちょっと銅を拝見してもいいでしょうか。ええ、どうぞ。と、つまきくんは変にかすれた声で言った。私は黄色くなりかけている古ぼけた調べを緩めて銅を外して、血袋の内側を一目見ると、はっと息を詰めた。苦悩ばりの寂しだれになった缶なめが、 まだ新しく見える銅の内側には、蛇の鱗そっくりにあやどった赤菓のむくめが目を刺すように、イライラと現れていたからである。私の両手は本物の蛇を掴んだ後のように罠泣き出して、思わず銅を取り落とした。銅はコロコロと私の膝の上から転がり落ちて、横に座っているつまきくんの膝にコツンとぶつかった。 <laughs> と、不意に妻木君が笑い出した。たまらなくこみ上げてくる笑いと一緒に、体をよじって腹をさえて、しまいには畳の上に倒れて、のたうち回りながらヒステリー患者のように笑い続けた。はっ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 は。とうとう一杯食いましたね。 <笑><笑>私は歯の根も合わぬくらい震え出した。恐ろしいのか、気味悪いのか、それとも腹立たしいのかわからぬまま、妻君の黒いメガネを見つめておののいていたが、やがてその笑いが静まってくると、私の気持ちもそれにつれて不思議に落ち着いてきた。後にはただ、 頭の毛がザワザワするのを感ずるばかりになった。つま君くんは涙をぬぐいぬぐい笑いあんだ。あ <laughs> おかしい。ああ、面白かった。あ <laughs> ごめんなさい、おとまるくん。じゃない、高林くん。僕は君を騙したんです。本当にこの鼓の伝説を知っておられるかどうか試してみたんです。 さっきから僕がうちの中を案内なんかしたりしたものだから、君は本当に僕がこの鼓を知らないものと思ったんです。ここに鼓があろうとは思わなかったんです。はっはっは。眠り薬の話なんかみんな嘘ですよ。僕は毎日、おばと二人でこの鼓を打っているんですよ。私は開いた口が塞がらなかった。呆然と妻まくんの顔を見ていた。 君は、失敬ですけれど、正直な立派な方です。そうして、本当にこの鼓のことを知って来られたんです。それがどうしたんですかと、私は急に腹が立ったように感じていった。こんなに真剣になっているのに笑うなんて、あんまりだと思って。すると妻まくんは、メガネの下から涙を拭き拭き座り直したが、 今度は全く真面目になって謝った。失敬失敬。怒らないでくれたまえね。僕は君を馬鹿にしたんじゃないんです。できるならこの鼓を絶対に見つからないことにして諦めてもらって君をこの鼓の呪いから遠ざけようとしたんです。ですから疑わぬ先にと思ってこの鼓をお目にかけたのです。けれども見事に失敗しました。 この銅の木目のことまでご存知とすれば君は、君のお父さんから本当に遺言を聞いて来られたに違いありません。君はこの鼓を手に入れて、打ち壊してしまいたいと思っているんでしょう晴天の霹靂私は全身の血が頭に昇った。と思う間もなく、冷や汗がたらたらと脇の下を流れると、手足の力が抜けてがっくりとうなだれつつ、 畳の上に手を使えた。今まで隠していたが。と、妻木君くんは黒いメガネを外しながら怪しくかすれた声で言った。僕は七年前に高林家を出た安次郎ですよ。あ,あ、若先生。二人の手は、 いつの間にかしっかりと握り合っていた。年の割に老けた若先生の金眼らしい目から涙がポロリと落ちた。あいとうございました。と、私はその膝に泣き伏した。それと一緒に、誰一人肉親のものを持たぬ私の寂しさが、ひ死しひしと身に迫ってきて、言うに言われぬ悲しさが、 後から後から込み上げてきた。若先生も私の背中に両手を置きながら、しばらく泣いておられるようであったが、やがてキレキレに言われた。よく来た、と言いたいが、僕は、君が高林家に引き取られたと聞いた時から心配していた。もしやここへ来やしまいかと。私は父の遺言を思い出した。 鼓をいじると、だんだんいい道具が欲しくなる。そうしておしまいにはきっと、あやかしの鼓に引きつけられるようになる。といった運命の力強さを、まざまざと思い知ることができた。けれどもそれと同時に、若先生と私の膝の前に転がっている、あやかしの鼓の銅が、何でもない木の端のように思われてきたのは、後から考えても、実に不思議であった。 そのうちに若先生は、私をそっと膝から離して、改めて私の顔を見られた。何もかもすっかり分かったでしょわかりました。ただ一つ。と、私は涙を拭いていった。若先生は、あなたはなぜこの鼓を持って、高林家へお帰りにならないのですか 若先生の眉の間に、なんとも家のいたいたしい色が漂った。わかりませんか君は。わかりません。と、私は真面目にかしこまった。若先生は細いため息を一つされた。それでは、この次に君が来られるとき、自然にわかるようにしてあげよう。 そうしてこの鼓も正当に君のものになるようにしてあげよう。ええ、僕のものにああ、その時に君の手でこの鼓を二度と役に立たないように壊してくれたまえ。君のご先祖の遺言通りに。僕の手でそうだ。僕は精神上、肉体上の敗残者なんだ。 この鼓の呪いにかかって痩せを揃えて壊す力もなくなったんだ。と言いつつ少し暗くなった外を帰り見て一人ごとのように言われた。もう来るかもしれん、鶴原のご家さんが。